とエスパーコントロール対、はい、まあ、グリキシスの鎖回し、鎖回し、はい、まあ、鎖回しというか、まあ、グリキシスでエネルギー、そうですね、鎖回しが入ってると、まあ、青黒のブラスカの侮辱入りのコントロールに、はい、タッチテフェリー、まあ、若干先ほどとは打って変わって、先ほどは赤黒対赤黒って構図だったんですけど、今回はちょっとゲームが長引きそうなマッチアップになってますね。さあコメントでグリクスは勝手に色事故って負けそうと、僕の大好きなデッキなのに悲しいコメントが来てますが、まあでもここまで勝ち上がってきたということは、その辺も大丈夫なんではないかなと思いますが、っていうよりもどっちかっていうと、なんかまあタップインとかがよくきつくて、まあ、そうです序盤もたついちゃってそういう感じになっちゃうことが、まあ、あるんですけど、逆に言うとでもこの今回の相手のコントロールだと、そうですね、あんまり それが響かないんで、はい、なのでまあゲーム展開はお互いもうね長くなりそうですよね、やっぱり、ね、そうですね、まあ、だからゲームが長引けば、どちらかというとコントロールの江原さんに分があるのかなと、そうですね、はい、いうイメージですが、まあ、メインボードに関しては江原さん有利ですかね、そうですね、やっぱり除去がちょっとやっぱり腐ってしまう分ですね、このアブレード、はい、作迫とかマグマのしぶき、はい、ですかね、あとチクレイナズマ、はい、でもサイドボード後は打って変わって多分グリクシスの鎖回しデッキの方が多分有利になると思いますね、はい、かなりそのコントロールに対して強いアプローチを取れるんで、まあ、強迫も入れつつ、ね、はい、否認も入れつつみたいな、アルゲールの団結もありつつ、はい、もう何でもありますよね本当に、はい、なんでメインでいかにそのエアラさんが取れるかどうか、はい、がすごい今回この3本選手というサイド後5本のうちの3本選手で、サイド後が3本目から、はい、そうですね、始まりました、大事なのかなと思います。もう江原選手としてはもう最低でも 1-1、 もうあわよくば 2-0 で、そうですね、取りたいところです、ここは先手だし、そうですね、メインボードなんで、はい、さあ序盤は静かな、さあ出るか、もうやはりグリクシスといえば出ますか、シンフォニー、はい、もうこいつですね、最強の、はい、ブッシュは合わせられるか、ああ除去がなさそうですね、まあ、こいつが生き残ってしまえばね、無駄カードの多さも何のその、そうですね、お周平中村さんベガスから見てますというさすがに本人でしょうさあ中村周平さんは、まあ、レイ君の師匠という扱いで大丈夫ですか、はい、そうですね、いやもうよく聞くんですけど、はい、津村のお守りもしたことがあるってことですそうですね、まあ、いろんな人の、はい、さあこれはしっかり弾いて、さあただ収集者は健在なの で、ね、まあ、こいつがどうなるか、まあ、ここでまあ構えつつブラスカの侮辱 を打つみたいな、そうですね、まあ、江原選手手札かなり充実してるんで、まあ、1枚あげるんじゃなくてこの後の展開を、そうですね、まずはしっかりさばいてから収集者を、うん、はい、対コントロールに対してやっぱりこのカードはいや本当に強いですよね、今のとは思えない、本当に、うん、1枚でゲーム勝ちますからね、特にそのバックアップ手段が増えるサイドボード後はもうとんでもないですよね、はい、メインボードは少しやっぱり無駄カードが多いんで、引いても引いてもっていう展開が少しあったりするんですけど、はい、まあ、いかにそのハリウさんがその除去を引かないか、そうですね、その追加ドローでもうここからずっとプレッシャーを与え続けて、うんうん、こいつが生き残る展開になれる、そうですね、さあしかしここでターン終了、あとまあドローからちょっと余裕を持って、はい、ここでドローから入るとやっぱりそのテフィリーとか何ですか、青巨人とかが、そうですね、ハンドリーあるのかなってちょっとあれですね、思います、この動きだと土地の5枚目がないんでドローから入ったかもしれないですね、ブロックじゃなくて上と下、うん、はい、土地ですね、はい、上にしたのは、さあ手札は本質の散乱と否認もあるので、これから繰り出される脅威はしばらく困ることはなさそうですね、はい、どっちも構えつつ、まあ、ブラスカの侮辱は青巨人と、そうですね、もうかなり手札は充実してます、うん、はい、さあハリウ選手もそろそろ、
鎖回しですかね、はい、はい、通して除去する方を選びましたね。これはさあこれでさせずに、そうですね、はい、除去、もうメインの除去は腐るのは分かってるんで、まあ、ついでにエネルギーも少しだけ貯めつつ、ね、はい、まあ、こういうのも大事ですよね。メイン本当にただ無駄になるよりは地味ながらもコツコツと、うん、さあしかしここで、はい、今多分エネルギーが2つですかね、2つしかないので、蓄冷稲妻が仮にあったとしてもそれでは届かない。そうですね、まあ、少しだけ入ってる作白が、まあ、刺されば一番いいんですが、はい、プレーは通りました。で、まあ、ドローですかね、ドローですかね、ここまあでもそうすると鎖回しをブロックしたところで蓄冷を打たれると先制攻撃で、はい、そうですね、まあ、ここブロックするかどうかは結構エララさんの手札の強さ次第みたいな、うん、まあ、とりあえずドローしてみて、そうですね、さあ両方下、まあ、手札が強かったらもう天保という意味でもブロックして、はい、ってなりそうですが、ブロックしましたね。先制攻撃の後に、はい、チクレイナズマ、さあこうすることで先制攻撃持ちの鎖回しが一方的に勝利することになります。おお、素晴らしい、素晴らしいですねもう最も今引きたくないマグマスプレーを追放しつつ本体2点と、はい、ハンドリブラスカの侮辱はあるので、まあ、対処はできて、やる選手手札相当強いです ね、うん、ですね、侮辱もまだ2枚ある、し打ち消しも大量にある、打ち消し打ち消し侮辱ってハンドにあるので、もう何か引ければあとはフィニッシャーですね。もうそうですね、もう、はい、青巨人、スカラベ、まあ、テフェリーどれかですね。ハリウ選手の脅威を裁くこと自体はもう悠々とこなそうな手札だったの で、はい、5マナ、はい、栄光もたらすものプレイしたい、はい、打ち消して攻撃を取って、はい、このマッチに勝利したプレイヤーがホープス入りの権利を手にすることができます。ここまで彼らは、はい、スタンダード5ラウンド、モダン5ラウンド、ドラフト3ラウンドというスーパー長丁場、すごいですね2日間にわたって戦い抜いてきて、はい、トライアスロンみたいな、そうですね、はい、ここまでトップ4に残ったのが矢原さんとハリウさんです、はい、でね、残骸の漂着メインに入ってるのは珍しいっちゃ珍しいですよね。そうですね、青黒ベースだと基本的には入ってないことが多いんですけど、だからこそものすごい刺さる瞬間が多そうですけどね。ブラスカの侮辱と共存することはかなり少ないの で、ね、対戦相手が入ってないだろうと高をくくって 全軍突撃してきたときに刺さりやすいと、うんうん、さあハリウ選手は追加のクリーチャーがここで出せるか、あっとしかし片っ端から除去できるぞってだいぶね、もう盤面はそうですね、もうフィニッシャーもう何でもいいですからね、何か引けっていう感じですかね。まあ、ただ昨今のねコントロールはここから意外と引き負けたりするの で、はい、うん、でね、やっぱり土地がどうしても多い分、はい、早くたどり着きたいところですね。そうですね、そのヤンさんとしてはヤリュウさんとしてはクロックを出したい。世界一かっこいいクリーチャーが通りました、来ましたみんな大好き大歓喜これはね、もう最高のクリーチャーですから ね、で1枚です。さあしかしまだまだ、はい、ただこれで江原さんも否認以外のカードはもうだいぶ尽きたんじゃなかろうかと、はい、ここですね、この 1、ね、2ターンがもうかなり大事、どちらが先にインパクトのあるカードを引けるかと、
はい、ありがとうございます。たった今トップ4デッキリストが上がったということで、ハリウ選手とエハル選手のデッキもご覧いただけると思います。はい、さあ、エハルさんももう手札否認1枚だけですかね。もうなので今かなり五分に近い状態では、そうですね、ハリウ選手の手札がちょっと分かんないですけど、まあどうせ除去だろうとこういう展開は取ってるの除去ランドだろうと、まあ何かあったのもプレイしてますから、ね、そうですね、プレッシャーかけられるカードだったらもう出してると思うので、はい、お互いねトップデッキ勝負、まずはエハルさんから。おっと、いきなり、いきなり現れた。フィニッシャーの中のフィニッシャー、男の中の男が。これはもう強いな。否認あるんですもんね、もう。そうですね、もうかなり盤石感。どっちか？いや、フェニックスですかね。クロックなら。はい。取りました。で、ランド置いておしまい。さあ、一応今江原選手も手札にフェニックスへの回答策はなさそうなんですが、はい、まずはサイクリングから。あっと、これはすごいの聞きましたね。今本流の機械巨人っぽいものが、はい、見えました。しかもテフェリーのおかげで否認までしっかり構えられると。この状態でサイクリングランド置かれるときの絶望感、ね、置くんだみたいな、絶対始まらない行動で、え置くのみたいな。いや、これはターボラフォグ使ってても思うんですけど、あ、この状態で置かれたらもう無理だわっていう、手札強いんだなっていうのがありますね。はい、はい、24245、あと1個ですかね、6、うん、そしてさあ、もちろん侮辱、はい、うん、もうこうなると、うん、今有利フリーゲージはもう9-1ぐらい、そうですね、マウントネゲートまでありますかね。そうですね、はい、さあ、エネルギーは今5つあると思うのでトークン1体のみとなっております。そうですね、2体出せると少し違ったかなと思うんですけど、ちょっとプレッシャーとしては、いや、もうテフェリはヴィンテージクラス、はい、ヴィンテージでも使われてるんですが本当にすごい。はい、これ珍しいカードですよね。そうですね、栄光の時、はい、サイドボードはあのハズレドとか、うんうん、緑のロナスとかを除去するためによく見るんですが、メインボードからっていうのは少し珍しいなと、うん、まあ、やっぱ赤がすごい濃いからブラスカの侮辱がまあちょっと、うん、そうですね、使いづらいので、はい、それから栄光の時を、このあたりも難しいですね、それほどまでして腐りましょう、うん、優先するという、そうそうそう、確かに。さあ、もう圧倒的に打点もアドバンテージ全ての面でエハルさんが現状上回っている。はい、もうプッシュをどんどん打っていく。もうこうなると絶対に届かないですからね。そうですね、メインはまあやっぱりこの長さまでいっちゃうと、そうですね、コントロール、はい、そうですね、の方がフィニッシャー引き合いになって、まあ先に引くとやっぱ矢原さんの時のフィニッシャーの方がもう本当に1枚で勝てるというか、まあ、対するハリウ選手はメインボードはもう単純に無駄カードが多いんで、そもそも有効牌がちょっと矢原さんに比べると少ないと、はいはい、1枚で勝てるっていうのも、まあ、まあもうニコロボロス出してすぐ裏返してみたいな、うん、そういうプランしかあんまないんで、まあ、実際ちょっとつむじ風がインパクトに欠けてたように、そういうカードもちょっと多いですよね、うん、やはり。そうですね、まあ、やはりちょっと序盤収集艇で引いててもこんな感じのゲームになってしまうので、やっぱりね、
まあ、ある程度しょうがないのかなっていう、そうですね、まあ、ここまでいっちゃうと。で、まあ、エネルギーが増えて、まあ、やはりこれがコントロールできるのは最大の強みですよね、うん、そうですね、はい、もうメインボードの勝率、僕らのチームメイトの玉田さん、スタンダード担当だったんですけど、はい、あの練習中のデータを取ってて、はい、勝率が9割あったらしい。えただ2本目後手で始まるのと相手がサイドボーディングしてきた2本目は 10% だったらしいです。でそれを見ながら、まあ、相手のサイドボードとかを見て3本目ちゃんと最適化して、それでしっかり勝ち切るみたいな。なるほどなるほど。まあ、ただそれにしても 10% ってそんな極端になるかっていう。テフェリアズカンタモード、これね、テフェリアズカンタも気持ちよさランキングかなり上位ですね。これももう下のフォーマットでもね、そうですね、アズカンタももう普通にレガシーでもね、レガシーでも、レガシーでも普通に使われてます。相性良すぎるよね。そう、起こしちゃうんですかと、うん、2枚見て、うん、もうこの瞬間最高ですよね。コントローラーもうカードを引きまくっている状態が一番気持ちいい。悩んでますね。上と1枚ずつ上下、はい、何上抜けたのかな。珍しい、そうですね、青巨人ランドさんでしたね。まあ、ちなみに僕こういうカードよく外すんですけど、今日も2回か3回外してきました。アズカンタ、なかなか当たらない。なかなかね、普通なかなか外さない。あんまり見ないけど、いや結構ね、結構2回かな、2回外してきました、うんうん。で、アップキープ、もうこうなると盤石ですよね。先に見て、トップ見て、ああ、うん、変えてもう一回みたいな感じですね。貪欲ですね。アドバンテージの。置いて、ああ、なるほどなるほど。今ので紛争も達成しつつ、もうすべてを味わい尽くす。なかなかね、廃墟の地とかでもあるけど、そうですね、なかなか物資を達成させる。なんかちょっとカードを引いてなかった、引いてなかった、テフェリーの前にドローしてなかったように見えましたが、通常ドローしてたんですかね。そうですね、あの正規のドローを忘れていたような気がしますが、で今なんかその止まってる、これ追うの難しいっすね。カードすごい、そうです、枚数じゃちょっと、テフェリーも中精度伸び、ただ伸びてはいなかったんで、ん、まあ、とりあえずここまでしてんで、紛争はね達成してたので、そうですね、はい、これ、つむじ風が死ぬとこは問題ないと思うんですけど、多分ちょっとドロー忘れてないかな、忘れてた、そうですね、はい、というわけで今1枚追加で、はい、で、テフェリーの効果誘発して、うん、さあ、こうなると従来のコントロールデッキだと勝ちきれるのかというのが心配されてたんですが、ああ、なんとテフェリー、そう、天才、はい、とある天才がライブラリアウトしないという、ね、そう、テフェリーをライブラリに戻し続けることでライブラリアウトしないという、うん、考えた人はちょっと謝ってほしいですね。世界中の皆さんにすごいことになってしまったと。テフェリーのマイナス3能力はなんと自分を対象に取れるので、テフェリーを戻し続けると対戦相手だけライブラリアウトするという状態に。これ本当に最初思いついた人天才ですよね、うん、さあここで矢田選手が勝利。そうですね、まあ、メインはやっぱり、まあ、そうですね、はい、どうしても取っておきたいですね。もう、まあ、萩谷さんもね、もう、まあ、メインはある程度は、そうですね、メインで向こう先手っていう、まあ、一応一番もう悪いコンディションの中
できればもう1本取り返してサイドボードに移れればというところでしょうか。そうですね、だから2本目どっちが取るか結構かなり大きいですよね。大きいんじゃないかなと思います。サイドはメイン戦でこのハリウさんが先手のバージョン、はい、サイド後は、ハリウ選手がかなり有利になるとされているの で、ね、はい、ここの2本目、うん、まあ、収集者出して、そうですね、まあ、その物量でっていう展開が一番、まあ、好ましい、うん、ハリウ選手いいですね。スリーブも最高のスリーブを使ってらっしゃる、ね、正直もこれでミドタンとか結構ね、やっぱプロツアーとかでもありますよね。あの山のスリーブとか使ってて、テベリーのスリーブから外れて走ってきた一旦目山ボーマットみたいな、おい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 、よくある。おいおいおい、やけどやっぱ好きなカード好きですからね。そうですね、嘘はつけない、さあ1本目は江原選手が先取しましたが、次はハリウ選手の先手で、はい、まだメインボードのままサイドボードが使えるのは、3本目からとなっております。はい、それでもやっぱり江原さんの方が有利であることは多分間違いないと思うんですけど、うん、ね、まあ、大事ですね。ここは状況をいかに引かないか、収集者をいかに出せるか、うん、マリガン厳しめに結構、そうですね、はい、まあ、相手の出来が分かった以上は、はい、ね、していった方がいいかなとは思いますね。うん、早速ちょっとねマグマのしぶきが見えたので、はい、ちょっとハリウ選手は、うん、そうですね、除去ハンドに2枚とか、うん、2だったらもうマリガンした方がいいかなと思います。そうか、まあ、キープしてますね。ランドがあってタップインから、はい、スタートして、さあ現状はもう江原選手としては理想の展開ですね。序盤が静かだったので、はい、いや赤ですねこれは、多分草に青ですね、スムチカツか、はい、でエネルギーが溜まって、はい、これはまあエネルギーを貯めるという意味でも嬉しそうですね。今のところちょっと土地が、うん、そうですね、青マナが出ない。お、しかしでももうトークを出して殴りに行く選択をしますね。まあ、やっぱりちょっと潜在的に少し不利だとは思うの で、 そうです、ね、殴っていかないと、はい、もうゲームをちょっとでも短くできるように、どっちを出すか悩んでますね。多分ニコルボーラスを出すかクソニアンシュを出すか、打ち消しを相手は構えてるそうなのかなと思って、はい、でももうニコルボーラス、はい、うん、2本スタートランで遠くに打っていく、もうこの後読んで動くからってことですね。このターンは絶対その侮辱か、うん、ドローを打ちたいから、まあ、クロックをしっかり潰して、うん、はい、ね、ゲームを少しでも長引かせる、はい、もう対照的な2人ですが、で鎖回しですかね、取ってドローですかね、お、もう除去を打っていく、まあ、ちょっとまだ反動は分かりづらい感じですね、相手としては、まあ、クロックはかなり大きかったので、はい、ちょっとでもここであのゴブリンにも躊躇なくブラスカの侮辱を打つと若干お巨人ある確率は上がるのかな、上がってるのかなというふうにも思います。墓地に置いときたいみたいな感じはちょっと、まあ、それか単純に除去が手札大量にあるか、そうですね、もう1枚とかまだまだ侮辱があるか、そうですね、侮辱もう1枚は、そうですね、青巨人か侮辱かはちょっとハリウ選手としてはやっぱり苦しいですね。クロックがかけられない状態で、はい、かなり辛そうです。さあそして原選手の場には6マナ、はい、
まあ、通して侮辱する方を、そうですね、手札に不許可もあるので、まあ、相手がもう1アクションしてくるんだったらそっちを、そうですね、打ち消すかどうかをしっかり見てから、はい、まあ、一応エネルギーは1個溜まっちゃうけど、まあもう、そうですね、まあ、1つぐらいだったら、はい、そうですね、青マナ、うん、ここで錯覚ですかね、はい、いろいろと思って錯覚を打って、さあ今のところまだ江原さんが手札の濃さでかなりリードしている、はい、さあ栄光をもたらすものですが、ここには不許可が突き刺さってクロックが増やせない。また先ほどと同じくこれで江原選手もだいぶ手札が、ね、使われてますね。ここからやっぱり土地をね、そうですね、いかに引かないで、フィニッシャーにいかにたどり着くかですね。ハリウ選手としては何かしら何でもいいんでプレッシャーがかけられるカードが引けるといいんですが、です、ね、おこれはこれはお通りそうですか、ね、通りそうですね、通りました。多分否認と土地なので土地を多く引いてしまっていて、これハリウ選手が青マナ引くと次のターンも変身できるので、はい、さあとりあえずまずは攻撃一気に6点、6点通って、まあ、最悪変身できなくても盤面のプレッシャー十分ですから ね、このまま4-4飛行のアタッカーとしても、おっとこれも通りました。かなりもうおーおーすごい押し切りましたね。途中はまた1本目の再現かと思いましたが、ハリウ選手が見事に、はい、青巨人が出るとこまでは、そうそうですね、あそこまでは、はい、もうさばいていくのかなと思ったんですけど、まあ、ただ1本目と違ってテフェリーとか天才の片鱗が絡んでなかったので、ちょっと増やすカードがなかったので尽きてしまったと、はい、ちょっと土地を多く引いちゃったのかなというふうに。でもハリウさんとしてはね、もうすごいここで取れたのが値千金というか、まあ、この後にねサイドボードが本でハリウ選手の方が少し有利だと、ね、はい、逆にも江原さんは、まあ、次は取りたいですよね、先手もやっぱり、ね、2本にしておきたいかなと思ってすごい思いますね。でサイドから入るカード、まあ、ちょっと見ていきますか、はい、でキリストも、ね、そうですね、乗ってるんですよね、もう掲載されている、はい、ということなので、はい、OK です。じゃちょっと、まあ、お互いねやっぱりその否認とか脅迫を入れ合って、はい、でそのアルゲイルと団結を入れ合うようなゲーム展開にはなると思うんですけど、アルゲイルはやはりもう最強ですからね2ターン目に出したいカードナンバーワン。まあ、市原さんの方はサイクリング持ってる、あの怪獣ピッチャーみたいなスペルリムーブする俗物の放棄、はい、そうですね、まあ、一応あるんですけど、はい、どうなんだろうな、足すのかな、足すほどでもでもないと思うんだよな。まあ、難しいんですよ ね、 そうですね、対戦相手があの 魔術師の望遠鏡とかまでを入れてると考えるんだったら入れてもいいんですけど、はい、あとアルゲールの枚数が分かってたりとか、ね、アルゲールが何枚入ってるかちょっと分からないん で、ね、まあ、サイクリングがあるんで入れやすいのは入れやすいんですけど、まあ、はい、足はしないかなっていうイメージですね、うん、まあ、残してもぐらいです。抜く方の確率の方がむしろ高いかなって、入れたいカード結構お互いやっぱりそうですね、まあまああると思うんで。さあただ、この江原さんとハリウ選手はお互いのデッキストを知らないので、そうですね、ハリウさんはもうなんかもうね、デッキにある大量の除去も抜いて、そうですね、ようやく全部その有効脅迫とか否認とかアルゲールとかもう、大災厄とかもうだいぶね違うデッキといっても、はい、そうですね、かなりコントロールに強い構成できると思うんですけど、江原さんの方が多分ね、サイドボード難しいですよね。そうですね、除去とかを残してそうコントロール、相手が多分でもスペルが絶対増えることっていうのが分かるんで、その脅迫とかは絶対今入れると思うんですけど、はい、まあ、ただ何枚入れるかっていう、除去あと相手がどこまで抜くか、はい、そうですね、でそれで致命的な一押しとかを、うん、そうそう入れるか、ライナーはでも入れますよ多分、ね、そうですね、サイデンセットやっぱり1枚で勝てるカードということで、うんうん、相手もね栄光の時はまあ抜いてくるだろうから、そうですね、そうそう、プラスかの侮辱だったら残 す、うん、残すんですが、うん、そうそうそう、ただのクリーチャー除去はちょっと残しづらいと、まあ対処されないと思うんだよな。まあ、この辺も難しいですね、チクレイイナズマとかそういう不確定なものを
をどれぐらい残すか、うん、まあ、多分全部抜きたいと思うんですけど、まあ、かなりではありますね。なんで、まあ、ライダーは入れる感じですね、まあ、ライダーとか不敬の更新とかこういうカードでちょっと勝ち手段を増やしつつ、不敬の更新はかなりいいですね、エンチャントなので、うん、1回出てしまえばもうほとんど触られることはない、うんうん、で、まあ、脅迫と、そうですね、先手の時でもやっぱり勝ちたいですね、このコントロール側は特に。そうですね、ここを落としてしまうと、うん、続く2本を後手で巻き返さないといけないの で、うん、まあ、でコントロールの昨今の難しさってのはここもありますね。そのサイドボードをちょっと対戦相手に合わすのが非常に難しいっていう、うん、そうですね、対戦でサイドボードをしっかり知った上でそれに合わせなければいけないので、うん、の産卵とこの致命的な一押しの枚数とかも難しいんで、そうそうです、ね、その収集者は除去したいけどあんまり残しすぎると致命的な一押しはそんなに残したくないんで、うん、結構まあ難しい、まあ、その点がグリクス系統の強みかなとは思いますよね。寄せれるそうですねって感じですよね。寄せれるし収集者が入ってるっていうだけで相手にある程度除去を強制的に残させるっていう、うん、そうですね、うん、働きがあるので、うん、まあ、気になりますね、どういうサイドボールでしたか。そうですね、江原さんが特にどのように、そうですね、ハリウ選手は本当にもうありったけのコントロール対策を入れるだけみたいな感じですけど、まあ、どこまでなんていうんですか、まあ、でもその大災厄入れれるからもう除去は多分もう全部抜ける、ね、うん、そうですね、大災厄だけに任しちゃって、はい、極限までコントロールに寄せて、うん、さあ今回のトップ8にいなかったんですけど、青タンストームとかもやっぱり、はいはい、あのプロツアーでもなかなか結果が残らなかったんですけど、実際やっぱ目立ってないと勝てないんで、まあ、ああいうデッキの存在がスタンダードをかなり面白くしてるなと個人的には、まあね、デッキはかなり強いと思います、うん、強いですよね、はい、で僕あのデッキのせいで結構ローグが生き残れないぐらいのデッキパワーあるなと思って、変なデッキじゃちょっと勝てないんですよね。そうです、何もなんかふんわりしたミッドレンジは勝てない、ね、そうそうそう僕の大好きなミッドレンジでは粉々にされてしまうのでおいよいよ始まりますね。はい、まず江原さん、まあ、プッシュは残してますね、まあ、ある程度は残さないとやっぱりそうですね、全抜きは、うんね、しなかった感じですかね、はい、ちょっと減らしててお互いでもキープから入って、まあ、やっぱり収集者はもう序盤のクライマックスといっても過言ではないですからね、うんうん、他のクリーチャーはどうでもいいんですが、あいつだけは特にサイドボード後の収集者は非常に危険。さあここまでは静かな立ち上がりですが、さあそろそろ羽生選手がプレッシャーをかけ始める、はい、ここからですね、3からやっぱりどう、どれからどう出すかみたいな、はい、まずはこいつ、まあね、やっぱそのやっぱりコントロールと対してるそのグリクシスとかのこうその攻める側はどう相手に対処スペルを使わせていくかっていうのも、そうですね、まあ、つむじ風はそういった意味では結構ランク上かなと思います、うん、単体熟だと一応トークンが1体残ってくれるので、うん、ここで腐りまし、いや大丈夫、手札破壊から、そうそう、はい、まあ打ち消させてって感じですね。そうですね、手札にチャンドラが見えたんで、はい、つむじ風をとりあえずおとりにしてハンデスもまあおとりにして、ここでここですね、ここ、このターン、さあ江原選手もここまではかなり綺麗にさばいているんですが、はい、何を、何が出てくるか、いや羽生選手しかし手札かなり濃厚に見えましたね。ニコル・ボーラス・チャンドラぐらいはあるように見えたので、はいはいはい、3マナ、お、まだ本命は後回しですかね。そうですね、まあ、サイドボード後なんであの脅迫否認あたりはあるので、はい、まあ、そのバックアップを待ってからという判断からかもしれませんね。ここ6枚目の年引きたかったですね。そうですね、青巨人ありますもんね、ハンドにね、ありましたね多分、はい、でフェニックス、さあ、エアル選手はただしばらくの間さばく分には問題なさそうな、通して侮辱を選びましたね。これはまあ青巨人受けよ、まあ、あとはサイドボード後なんで相手がその錯覚を残してたりということがないだろうと、はい、メインボードだと余った除去を打たれて、うん、今のがうまくいかないこともあるんですけど、はい、まあ、サイドボード後は重いスペルを使ってみたいな、6枚目の土引きましたね。これは
まあ、この方が青巨人の選択肢も増えると、はい、そうですね、3点を、うん、通して、そうですね、ハリエさんがどう動くか難しいところですね。4マナお、ニコルボーラス、はい、巨人を出したい、打ち消したい、うん、いや、アズカンタもやはりエンチャントということで、そうですね、地味に効いてきますよね。そうですね、今も致命的な一押しをちゃんと引かずに墓地に落とせたので、うん、こういう小さな積み重ねが、はい、お、しかしで、脅迫から脅迫からチャンドラでもちょっとあと1枚だな、お、もう捨てさせる、ドローを打たなかったですね。そうですね、打ってもおかしくなそうに見えましたが、はい、ヘンリーは打たず、まあ、パッと見ヘンリーを落とす、そうですね、さ、うん、すが、ね、にヘンリーを落とすのかなと思うんですが、さあハリウス選手というのはチャンドラ見えるんですが、はい、ちょっと青巨人の前に、そうですね、おおあそこしかし、ここですけど、すごいですね、ここまで通ってると最高でしたが、はい、ここは打ち消されてしまいました。ここを落としてエアラさんの、これはもう結構マウント感、そうですね、やはりありますね、アズカンタ強しと、さあこの攻撃自体は通ったんですが、ここからアズカンタタイムが、ね、お、しかし栄光の時は、ね、栄光の時だけ残してるんですかね、うんうんうん、さあここで紛争したのを生かして致命的な一押しでゴブリンもしっかり受けと、もうこうなるとコントロールタイム、そうですね、ここは2アクションできますからね、アズカンタしつつ天才の片鱗、天才の片鱗も打てる、かなり強いですねこれ、おお。ジェイスの、ジェイス入れてる、ジェイスの敗北、まあ対戦手がサイド後否認も入れてくるし、ニコルボーラス敗北も入れてました、ね、まあニコルとスカラベに効くからどうですね、有効牌が多いとはいえ、ちょっとカードの引き増しに関しては、ね、なかなかグリックスも秀でてるわけではないので、はい、もうこうなってしまうと、はい、エハラさん手札相当相当強いですよね、青巨人もあるし、さっきの試合と打って変わった、そうそうですね、もうこれぞコントロールと、はい、もう一歩目の再現のような、さすがにもう勝負決まっちゃった、そうですね、ここまで来てしまうと、はい、なかなかやっぱりもうこのテビリーとアズカンタはもう、ね、長期戦最強ですからね、はい、秒速で、そして壊されづらいというおまけまで、はい、はい、さあここで、はい、エハラさんが、3本目を取って2本、2-1、はい、ホープセリまで王手、そうですね、ハリエさんもね次先手で始められる、ね、まあ、ちょっとやっぱりこっちの方がグリクシスの方がいいマッチアップだと思うんで、今こうなこのサイドボード後っていうのは特に、まあ、ちょっとあれですね、ちょっとあの中盤ターンが空いたターンがあったので、そで、ね、あそこ で, そうです、ね、プレッシャーかけられなかった、脅迫とか否認を引けてると、あそこで強引に2アクション取れるところが、ね、やっぱり通せて、4マナ4マナってせっかくあったんだけど、全然ワンアクションで相手にさばきやすかった、そうですね、ちょっとさばかれやすい展開になっちゃったんで、でその間にアズカンダを設置して一気にペースが江原さんにいったので、そうですね、
原選手は1回全部サイドボード混ぜてから15枚出すスタイル、はい、僕も最近これです、はい、たまにちょっとわけわかんなくなるそうそう普段ねそのマジックオンラインばっかりやってるとそうそうです、ね、最近しかだと1出しのカード多いじゃないですか、うん、1枚足すとか多いからだからちょっとふとしたカードあれあれこれ残ってるってのはいいんだっけサイドだっけ14枚出てあと1枚ああなんかちょっとわからんみたいな、まあ、除去の追加とかよく忘れます、ね、そう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 これが大事ですよ、ね、やっぱサイドボード何枚入れ替えたかを悟らせない、ねまあ、いいテクニックだと思いますねサイド今抜いてるのパッと見えるけどあアイラを入れるか入れないか変えようとしてるのかな、まあ、ちょっと今相手があの栄光の時はいそう確かに残してたんでどうするかとうんいうのは気にしているかもしれません、ね、相手が除去を残してるんだったらまあクリーチャーやめとくかとだから多分なんかプッシュを足してあの中略を抜いてるとか、うん、多分変えてますね先手後手も多分そのコントロール側は微調整して、うん、実際変えた方がいいと思うしエンチャントは抜いてるな、うん、そうか難しいですねそうですねその辺は相手の構成も見ながら、うん、サイドを相手がどういう状況になってるか、まあ、除去をさっきやっぱ残してたとかも加味してると思いますしまあ、致命的な一押しと本質の錯乱を多分後手の方が多くしてますね、うん、で中略抜いてるんじゃないかな中略あ変にの攻撃入れてる不許可も抜いて減らしてますねそうですねこれね、うん、まああれですかね出来の構成上ちょっとあのつむじ風もトークンが出始めると若干対処が しんどいんでこの辺のその除去とか除去と打ち消しの多分そのバランスをすごい考えてます、ね、そうですねはいさあ、平原選手が王手をかけた4本目、はい、サイドボード後は少し羽生選手が有利だとされてるんですがさあちなみにレイ君とかはこういう予選ではなかったわけですけど、はい、こういうのいいですよねいやこれねいいと思うちなみにちょっとプロズもこれになったらドキドキしてしまうけどこの方式になると、うん、落ちちゃうってなるなんか大会って盛り上がるよねいいよね勝ち抜いた先にそう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 なんか分かりやすいじゃんしかもそうそうなんかそのなる基準とかがさ、うん、もう勝てば勝てばホープスって非常に分かりやすいさあ、ハリウス選手、土地があるかな。さあ、ハリウス選手はキープ。はい。エアル選手がワンマリガン。ハリウス選手、対策カードはかなり、十分手札にあるように見えました。脅迫、否認あたりは。ただ、土地がちょっと見えなかったんですが、どうでしょうか。そうですね。あと、タップインが、あるように見えましたが。ホープス選考会、はい、海外でないのって早速お問い合わせがあったらしくてでも、ね、面白そうそうですね、うん、アメリカ代表みたいな、はい、そうちょっとねでもねでかいからやっぱ海外はアメリカだと日本よりちょっと大変かもしれないさあ矢原選手6枚をキープして、はい、あけどハリウス選手土地かなりいいですね、いいですね次もアンタップインなんで、うん、さあただ序盤の動きがなくさあここが引けないもう打つのかなそうですねちょっと凶悪を我慢してたんですけどここでそうですねハンド強いな強いです充実してますねこれは、まあ、難しいですねまあでも天才かな片鱗抜いて、まあ、テフェリーは否認でキャッチみたいなハンドはかなりもう理想的と言っていいそうですねしっかりさばいて、うんうん、フィニッシャーもあると、うん、テフェリーを選択しましたね
どっちかですね、アドバンテージの源になる。モテビリーかどっちかだと思います。土地が引きたい。引けてないですかね。引けない。さあここでも引けませんが。これはもう打ち消す。通しましたね。もう次のターンのテフェリーかも、あるいはもう。まあ、これを通す選択をするんだったらテフェリーにして、でテフェリー出させて否認した方が、もうこうなるとエハザン待てばいいだけなので、さあようやくここで3枚目の土地が来たので、ここからプレッシャーをかけ始めるですが、ちょっとこの遅れはあまりにも大きいですね。もうヘンリー1回打ってますからね。かなりマウント、あーっと、そしてサイドボード、これは強いな。グリックスはこの不許可の更新に触ることができないと、不敬の更新、失礼しました。不許可だと思いました。はい、そしてさあ、そしてアドバンテージはそのジャズカンタが変身して、そうですね、置物コンビがどちらも、うんうん、動けないし、止まってるとアズカンとされるけど、もう動く選択肢を取りましたね。ディスカードさせて、はい、リムーブして、さあもうかなり江原さんにとってはもう徐々に出来上がってきてますよね。もうアズカンタも変身して、ニコル・ボーラス起用して、ドッと、そしての更新も構えつつ、アズカンタもありつつ、侮辱もありつつ、さあ羽生選手ちょっと超えなければいけないハードルが、はい、まあ、何もないですからね。リソースもフェニックスで裏返って、あれ最近のカードなので、当然色物無視して唱えられるとかあるんですかね。不敬の更新はちょっと裏側を僕は能力を失念してしまいましたが、さあただもうあれを使わずとも、いやそうですね、アズカンタ・テフェリーの完璧超人軍団が、あ4マナで出せる、そうそうす、むちゃくちゃ、いやとんでもないです。まあリミテッドね、100点、うん、さあそしてそのなんかもう全部出し切ったサイドカード出し切った感、うん、全てをクロミニウム、クロミウム、増えてるクロミウム、クロミウム、さあ戦闘が絡むとちょっと殺しやすいんですが、うん、戦闘が絡まないと、まあ、ほぼ、うん、無敵超人、さあ、ハリウ選手は除去を打ったんですが、これもクロミウムの能力で弾いて、
盤石ですね。に出てるカードがもう土地ももうとんでもないの2枚隠れてますからね、はい、さあそしてニコルを出してさあ手札にはニコルやネゲートあるんですがあまりにも江原さんのカードパワーが高い。やっぱり序盤のそうですね 3枚目やっぱりね。そうですね、すぐにプレッシャーかけ始められると全然違ったと思うんですけど、はい、あれはもうねエルダードラゴン、エルダードラゴンプレインズウォーカー確かにニコルとスナルかな。さあつむじ風も弾いて、はい、まだアーズカント起動できる余裕ありと、さあこれは外れてしまったんですがもうここまで来てしまえば、はい、さあそしてこれ、あこれは実はオーナーの元に、これあれなんですよね、テキストがちょっとあのマジックオリジンのプレインズウォーカーと一緒で、はい、確か1回追放してオーナーがコントロール下で戦場に戻るので、これはハリウさんの場にさあ戻ってしまいました。まあこれは一応侮辱でここで、そうですそうですね、ハリウ選手多分今あ手札を見て否認が打てたと気づいたようなまであったような気はしますが、さあここで、うん、さあというわけでホープス選考会最後の試合は、はい、3勝1敗で江原選手が見事にホープスの権利をつかみ取りました、はい、エスパーコントロール、やっぱりフィニッシャーがもう1枚で勝てるカードばかりで、テベリーもとんでもないし、サイドボードの付けの更新もやっぱりすごいですね、はい、隠したカードニコル、ニコル、フェニックスで悪魔ばっかり、はい、というわけで今お二人は感想戦をしていらっしゃいますが、じゃあ一旦こちらに、はいはい、というわけでホープスの参加権を得る二人が決まったわけですが、はい、この後の流れが、はい、ふわふわしている、そうですね、多分お二人に、こちらにお越しいただいて少し軽くインタビューをして、うん、はい、終了という運びになりそうなんですが、さあまあ、しばらくちょっと時間かかりそうということですか。雑談タイム。レイ君プロツアーの後はスタンダードは、はい、やってます。いますか。今はね、あんまり、まあ、今休憩ですかね。一応シーズンはまだ続いてるんですが。一応ね、日本選手権がスタンダードかな。はい、もう来月の頭ですかね。一応8月の20日に禁止書いてあるでしょ。ああ、そうですね。まあ、ほぼないと思ってるけど、うん、もしかしたらでもあのワールドがあるから。世界選手権があって、そうそうそう、世界選手権があって、それの影響でなんか今のスタンダードやっぱりちょっと 赤黒がすごい多すぎて、まあ、問題になってるのかなってないのか分かんないけど、でもこの前のはねプロツアーすごい赤黒の比率 40% ぐらい、そうですね 45-6% ぐらい言ってたと、あ、まあ、あれはでもチーム戦だからっていうのも多分、まあ、そうですね、ちょっとあのスタンダードに一人でやってたらああなってしまったっていうのはちょっとあったのかなと、うん、あとその5勝0敗 なんか2勝3敗とかするような歴史選択よりも、はい、なんかその3勝2敗とかをしやすい、うん、3勝2敗か4勝1敗をするようなデッキを、それ要するに分散の低いデッキを選んだ方がまあそのチーム的にいいんじゃないかっていう、まあ、ちょっとチーム名で迷惑かけられないっていう気持ちがどうしてもあるから、ね、丸い選択肢を選んできてた、ちょ尖ったデッキはちょっとしかもチーム名で反対しづらいんですよね、うんうん、あお前がそれだったらじゃあもう任せるわってよくいう感じになりやすいんで、そうそうそう、うん、まあ、難しいですね、その辺はチーム戦ならではというか、うん、今後、まあ、まだ出るかもしれない、はい、新しいデッキ、いやそう、実際ターボフォグとかもうプロツアーまで全く知られてない、うんうん、そうね、デッキだったので、ああいったデッキがもしかするとまだ
まあ、あとは僕は青タンストームですかね。あのデッキの成長には結構期待してる。なんかもうメインカーン4枚入ってたりとか、うん、最近知ったりとか。そうですね、最近メインカーンはちょっとずつ増えてきて、うんうん、メイン2枚とかは僕も拝見しました。そういう感じで、まあもうちょっとその20日ぐらいになったりとか、スタンダードのグランプリとか、うん、そのロサンゼルスが、ね、まあ来週かな、はい、スタンダードのグランプリがあって20日に禁止改定があって、まあ、そこからまたスタンダードやろうかな、うん、日本選手権がそこからまあ9月の10日ぐらい、そうですね、2週目ぐらいだったと思います。だから今はちょっと休憩、モダンの方がむしろ最近ちょっと香港に向けて、香港もあるし、うん、まあ、プロプレイヤー的にはね、中村さんも今ベガスにいらっしゃるということです。ちょっとまあ一応シーズンまだ終わってないんですけど、うん、一区切りという言いますか、はい、今ちょっと若干休憩に入っている、はい、ということで、さあプロズに昇格したレイ君、はい、今期の目標としてはもうあと2点。そうだね、まあ一応、サイクル制でもすごい助かってる、はい、新しいサイクル制じゃなかったらもうめっちゃなんか悩んでたと思うサイクル制だとあれですよね、来期、1サイクル目を頑張るとプラチナになりやすいっていう恩恵がある。そうです。ということで今の時点では50点でプラチナで、うん、もうレイ君キャップが2点で余ってるらしいんですけど、そうそうそう、来期になるとそれがなくなるの で、ね、なんでまあ、キャップの数が増えるんですよね。の一応目標は、はい、まあ、香港か日本選手権勝って、はい、プラチナになる、はい、で一応まあそのちょっと遠めの目標、もうちょっと近めの目標としては来季のファーストシーズン頑張って、はい、プラチナになるかな。でもやっぱね、ちょっとやっぱマジックしてたら、まあ、1回ぐらいなってみたいよね、プラチナプラチナレベルね。そう簡単になれないまあここまで来たら、ね、うん、はい、というわけで、はい、雑談をしておりましたが、はい、こちらに先ほど勝ち上がった、清田選手と江原選手にお越しいただいております。はい、はい、あ、もういらっしゃる、はい、ちょっと申し訳ないですけど、2人でマイク1本で、はい、わかりました。はい、すみません、まずは、お二人ともおめでとうございます。ありがとうございます。いや、すごい長い、予選から含めると相当長い戦いだったと思うんですけど、まずちょっとお二人簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいですかね。お名前とよく行くお店だったり得意なフォーマットだったり、はい、お教えいただければと。じゃあ僕から、はい、お願いします。清田翔平です、はい、よく行くお店はカードゲームショップバブルス、はい、九州です、ね、あ、そうです、はい、それからハレルヤ福岡店と、まあ、トリカがいっぱいというお店によく遊びに行きます、はい、ありがとうございます。得意なフォーマットとか好きなフォーマットありますか？得意なフォーマットはスタンダードスタンダード、はい、今回もう 5-0 して、はい、おお、結局最後までスタンダードだけは負けなかったので、ね、あ、もう無敗のまま、無敗のままでした、ね、モダンとドラフトはどうでしたか？ドラフトがその0-3しちゃって何それでも勝ち上がったということは構築が相当すごかったんですね。モダンも3-1-1ってなってるんですけど、最後 ID、そうです、で1回倍込みなので実質2-1みたいな、けど構築の成績すごいですね。そうですね、倍込みとはいえ1敗しかしてないってことですもんね。そうですね、普段じゃあ構築を主にされてる感じですか？構築が多いですね、うん、はい、ありがとうございます。それではちょっと矢田さんも、はい、自己紹介です、はい、よく行くお店は、はい、ハレルヤ TC ですかね。あ、ありがとうございます。大会ここに出に来て、はい、フリーとかはみんなで家借りて秘密基地とかで、へえ、家を借りてみんなでマジックやってます。あ、週末だけ借りたりとかそういう感じですか？いや、もうまるまるみんなでマジックするために家を借りてすごいですね。楽しいです。へえ、すごいです。じゃあ普段どういったフォーマットを主にやられてます？普段は基本的にはスタンダード、はい、メインで大会があるときモダンをいじるようにしてます。モダンはどんな、今回の成績はどんな感じでした？モダンは4-1でした。お、使用されたデッキはフォロワンで、あ、フォロワンマジックザキあたりに2、フォロワン強いなと思って回し始めました。さあ、スタンダードは先ほどの、エスパーコントロールだったわけですが、はい、成績予選ラウンドはどうでしたか？予選は 3-2 でした。赤黒に全部負けて、あ、そうなんですね。しかし、決勝では運よくなんとか勝つことができて、はい、というわけでお二人見事にホープスになられたわけですけど、ホープスになった今のお気持ちをお聞かせいただけますと。あ、もうすごく嬉しいです、はい、
あれですね、九州からこのためだけに。そうです。このためだけというか、まあ、他にも観光行ったりとかまあする予定で、はい、ありがとうございます。でも正直めっちゃくちゃ嬉しいですよ。なんか目標が予選抜けれて、はい、目標が戻ってきて、ね、で慣れて、なんかこれからまたマジックどんどん楽しくできるなっていうのが今すごい達成感があります。ありがとうございます。横にいらっしゃる佐藤選手は、はい、昨年ホープスになって、あ、ちょっと映ってないしマイクもないんですが、はい、昨年もホープスに入ってそのまま今ゴールドレベルまで駆け抜けてプロズになったわけなんですけど、お二人の、まあ、直近でも何でもいいんですけど今シーズンの目標なんかもお聞かせいただけると。目標自分はあれですかね、静岡、GP 静岡、ダブル GP の、はい、あー、レガシースタン、はい、あれはちょっと頑張りたいなと思って。レガシーも普段されてるんですか。レガシー全くやってない全くやってないじゃあこれからスタン、はいはい、レガシー1本でやるかこれから考えます。リミテッドの方は普段どうですか。リミテッドはめちゃくちゃ下手くそです。あー、けどされてることはたまにみんなで遊び程度でやります、うん、どうでしょう清田さんの今期というか目標を。いや、今のところグランプリに参加する予定とかは特になかったの。あ、そうなんですね。はい、そう、まあ、まあ都合が合えば行ってみようと思います。九州だとやっぱりちょっとGP でどうしても遠いですよね、なかなか。はい、けどこれを機に GP 積極的に参加していただければなと思います。はい、それではちょっと短くなってしまいますが、本日見事にホープスになられたお二人でした。改めておめでとうございます。ありがとうございます。すいません、すごい今すごい話を聞いたんですけど、そんなにすごいね。あ、そうなんだ。お二人とも20歳と21歳。20歳と21歳。ほらもう年近い。いやいやそれはさすがに無理が、ちょっと無理が。そんなに若いね。ホープス20歳で、二人ともね、まあ、まさにホープス。ねえ、若すぎますね。平成生まれ余裕。いや余裕でしょ、余裕だよ30歳も平成生まれぐらいになっちゃうよ今もう。すごいな、うん。いや、ホープス、うん、まあ、ホープス若くないとダメとかそういうのは全然ないんですけど、まあ、最近ちょっとやっぱ日本国内だと、はい、なかなか若い選手が出てこないというちょっと多くのプレイヤーが嘆いてたところだったので、うんうんうん、ところの中、いや、すごいですね。でもちょっとお期待。いや、嬉しいですね。間違いないです。はい、というわけで今回もう、はい、若い、もうまさにホープスといった2人が、うんうん、見事にホープスの、はい、新たなプレイヤーとして加わることになりましたが、まあ、おそらくまた、まあ、全然聞いてないんですごいふんわりしてますけど、まあ、またこういった大会がいずれ行われる、はいはいはい、ちょっと井川さん顔振ってるのでないかもしれないですけど、まあ、またこういう機会があるかもしれませんのでね、はい、ハリレホープス工房なんかもやってますので、はい、まあ、もし過去に輝かしい戦績を残したりがあればそちらの方にも目を通していただければなと思います。はい、はい、というわけで今日はちょっと早いですが、はい、はい、ハレルヤホープス選考会、このあたりで、はい、わかりました。お別れしたいと思います。はい、最後にじゃあ、レイ君の来期の目標といいますか、はい、まあ、まあ今期まだあと1ヶ月ぐらいあるんですけど、はい、まあ、一応来期の目標なんかがあれば最後教えていただきたいなと。来期9月16日からですね、はいはいはい、香港が終わってから。やっぱりもうプラチナレベルですかね。今もう本当にあと少しですもんね、はい、まあ、今年と同じペースでいけばもうほぼプラチナに、うん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 、1サイクル目で到達できるということで、いや、すごいですよね本当に、はい、レイ君実はあれなんですよね、昨年ホープスに入ったんですけどもマジック歴自体はもう長いです。ホープスと言いながら初めてプロツアーに出たのが、まあ、ホープスに入るもう12年前とか12年前とか、最初のプロツアーが2005年、2005年ですねになるんですよね、はい、まあ、なのでホープスに入ったのは最近で露出が増えたのも最近なんですが、はい、実はもうかなり古豪。そうですね、もうなんか我々もうなんかねもうロートル10代の頃マジックめっちゃやってたみたいな感じだからね。いや、でもレイ君も今年はすごい、まあ、少し前からですかね、うん、中村修平さんに支持するようになって、はい、すごい GP 出るようになって、そうですね、もうハレルヤプロズの中でも、うん、屈指の参加数を誇る。そう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 、まあ、実際キャップが3で埋まってるって相当だからね、うんうんうん、世界でも数人しかいないと思う、はい、思いますが、はい、いや、ついてました、いやいやいや
はい、というわけでレイクの目標は来年はまあプラチナになることで、はい、そうですね、まあ、僕はひっそりゴールドにじゃあなれたなと、はい、思います。はい、はい、というわけで皆さんも、ハレルヤホープスを目指して、はい、いつか、またこういう大会があると思うのでぜひその際には挑戦していただければなと思います。思います。はい、というわけでちょっとふんわりしてまいりました、ね、はい、というわけで今日はハレルヤホープス選考会をお届けしました、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。